皆さんこんにちは、あみです。今回はですね、前回のクリオの購入品の動画からそのまま撮っているんですけど、あーめっちゃ可愛いコスメがエチュードハウスから限定で発売されたので、今回はねそちらを紹介していきたいと思います。それがこちらです。じゃじゃーん、めっちゃ可愛くないですか。わーすごい可愛い。韓国のねコスメブランドエチュードハウスがハーシーズとコラボしたんです。めちゃくちゃ可愛くないですか。何このパッケージって感じですよね。で今回はこんな感じでね、ブラシも一緒に購入してみました。リップもね出てたんですけど、結構ねありふれてるカラーだったので今回はね購入しなかったんですけど、もうアイシャドウが可愛すぎて今回はね2色とも買ってしまいました。ので今回はねこちらを紹介していきたいと思います。じゃあ早速ね開けていきたいと思う。はい、緊張の瞬間。これね、袋に入っているんですよ。このハーシーズのチョコレートみたいに。で、これをね、開けたら、アイシャドウパレットが入ってるんですね。じゃあね、せっかくなんで、開けていきたい。超もったいないけど、開けたいと思います。もう中もハーシーズの柄です。めっちゃ可愛い。じゃあ早速ね、中見ていきたいと思います。まずこのシートみたいなのが入って、ここがね、ほんとハーシーズのあのクッキー&クリームみたいな感じになってるんですよ。めちゃくちゃ可愛くないですか？で、そしてここのカラーがね、めちゃくちゃ私絶対好きだなと思って。で、ここのね、マットカラーが4色入ってるんですよ。何この使いやすそうなパレットと思って好きです。めっちゃ好きです。可愛いです。で特に今回ねチップとかアイシャドウブラシとかっていうのは入ってないんだけど、でもねこのミニサイズ感がねすごく持ち運びも便利そうだし使いやすそうだなっていう印象です。っていうかマジ可愛くないですか。ここ最近見たアイシャドウパレットの中で結構上位でめちゃくちゃ可愛いんですけど、こっちもね、開けてっちゃいたいと思います。オープン。あーもったいない、もったいないよ。はい、こっちはねすごいベーシックなハーシーズのチョコレートのパッケージになってます。私はクッキー&クリームが個人的にチョコレートの中で一番好きなので、もうこれは買うっきゃないと思って買ったんですけど、こっちはねベーシックな感じですね。こっちも中にこういうプレート入ってるんですけど、じゃじゃん。こっちも可愛いでしょうね。選べなかったんですよ。もう全然選べなかったの。で、こっちもこういう感じで、キラキラのがね、2色入っていて、で、あとは3色、あ、4色、マットカラーになってるっていう感じです。ここの色めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。やばくない？めっちゃ綺麗なんですけど。二色比べて見てみるとこんな感じでーす。でも比較的どっちも使いやすそうだけど、色味的にはやっぱね、こっちのクッキー&クリームの方が色味が全体的にね、淡い。どちらかというとブラウンになってるので、日常使いはね、こっちの方がしやすいのかなと思います。で、ブラックの方は結構赤みが強い感じの配色になっているので、まあ、好きな人はねめちゃくちゃ好きな感じの色味なんじゃないかなと思いました。私的にはねもうどちらともめちゃくちゃ好きです。アイシャドウブラシもね開けていきたいと思います。アイシャドウブラシはこんな感じの2本になっています。クッキー&クリームのデザインめちゃくちゃ可愛いですよね。ほんと可愛い。ブラシの先はこんな感じです。こっちがちょっとふわふわした感じの広がってる感じで、ブレンディングとかもすごいしやすそうな感じで、メインカラーのせるのもねすごいのせやすそうで、こっちはなんかねこのこういう感じのブラシ私初めてなんですけど、すごい腰があって大きめなブラシで先がめちゃくちゃ尖ってるんですよ。でしかも硬めなのね。しっかりこういうブラシはすごい珍しいなって私的には思って、私こういうブラシ今まで持ったことないし触ったこともない感じで、すごいなんか新鮮な感じでした。はい、ということでね皆さんいかがでしょうか。本当可
か一色だけをね買おうと思ってたんですよ。で最初はこっちの方をね私買おうと思ってたんですよ。こっちの普通の方を、まあ、配色的にこっちのが私的には使いやすいのかなーって思ったりもしたんですけど、届いてみたらねなんかこっちも全然使いやすそうだし、なんかほんと2色とも買っといてよかったなって思いました。めっちゃ可愛いです。これもねまたね使ってねメイク動画ね撮っていきたいなと思っているので、ぜひぜひまたねゲットレディーウィズミーとかで使いたいと思います。今ある在庫が終わり次第、売り切れ次第終了らしいので、ぜひね気になる方はねお早めに買ってみてください。めちゃくちゃ可愛いです。本当買ってよかった。これはね本当可愛くて買ってよかった。詳しい情報は下の概要欄に私が買ったページとか載せとくので、ぜひぜひチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。